行きましょうね。はい、行きましょうか。えっと、沖縄市在住のムネ <coughs> です。今年三十歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますと、あの生まれは長野なんですけど、あの今はヨカツに住んでます。ノーブーです。ヨカ茶です。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、沖縄市在住、えー、僕歳十です。 えー、今日から、えー、始まるんですけど、えー、緊張してます <laughs>、えー、よろしくお願いします三人でピュアピュアトーキングやるんでよろしくお願いしますえっと紹介は一応ざっくりやってはいえー、ちょっとこの番組ではメッセージを募集していますんでこれのメールアドレスの紹介とファックスの紹介します、えー、メールアドレスは7 6一アットマーク fmcoza.fmkoza.jp ファックスは,い、<laughs> は098-934-8653また Fmcoza では Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しています FM 講座のホームページから見ることができますのでそちらも夜お楽しみくださいはいはいよろしくお願いしますじゃとりあえず1曲いっていいとくとりあえずねあのもうあれなんでしょう結構もうパンパンなっちゃってるんでパンパンンなっちゃってるからここで1曲いくいってきますかちなみに何の曲いくつもりですかね ちなみにえっと今日は、えー、っと僕たち3人が大好きなリッキー G と・ジーということで <laughs> リッキージ・ジー、G、いきたいと思いますちょっと癒し,、はい、癒しでじゃ一曲リッキー、G、でお願いします。 はいこんばんはちょっとよろしくお願いしますちょっと曲と CM 長くなっちゃってまた引っ張ったんだけどどんなですかこのピュアピュアトーキングがめっちゃ緊張します緊張しますねちょ周りにあ外に今やからたち来てくれてますね仲間たちが来てますねバイ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  あの10時だから一応大きい声出せないさ <laughs> はいはいはい <laughs> 眠りながら聞いてる人もいからバイバイバイ,バイ俺逆,に逆にエクササイズとかしてるかもしんないよがっつり逆にね逆に逆に,逆に、ね、ダクダクになってじゃあさっき自己紹介ざっくり言ったから軽く自己紹介自己老い立ちとか、はい、この話し,しようかな あのー、今回はテーマとかなしでフリーでフリーでちょっとゆっくりどんなのをやるのかとかはい、はい、とりあえずまず自分の紹介いこうかなさっきざっくりやったからじゃあまずはノーブからお願いらおもうスタートでそうもうさスタートそうだあとあのうそう あの帯刀信介と言います。帯刀、ええ、な,なんだ。はい。初めて聞いた。マジで。帯刀 <laughs> って初めて聞いた。マジで。<laughs> 一応よく言われるんですけど、うん、あのー、長野県出身なんですけど、あのー、まあ一応沖縄来る前にあのー、ちょフィリピンにちょっと行ってたんですけど、<laughs> で。 まあこのフィリピン行く前からもうこの沖縄に行きたいなっていう,なんかこのもうバイブスがあのもう高まってましてフィリピンの後にあもに沖縄行こうっていうかん感じ感じで沖縄の次も,もう決まってる、はい 沖縄の次は一応エジプトですね <laughs> <ー> <laughs> やばい <laughs> オーパーツ的な,な <laughs> はいオーパーツ的な,オーパー的なはいはいとか <laughs> はいとか <laughs> であのこっちで沖縄来てあの、まあ、今この目の前に遊びに来てくれてるあのお兄さんがいるんですけどあの、まあ、一応マイメンマイメンなんですけどとたった行くわけ、はいはい、と行くわけエジプト 今来てる人そうまあ一応はいそうですねそのつもりではツンツンとかはいツンとかと行くわけはいエジプトエジプトにあいいねそすね。で彼と出会ってあのまああの 彼っていうのは「w h a t s a a あのワああ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 あアップああああんああ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 あたああ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 あかああ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 あしてああ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 あクああ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 いああ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 のああ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 あ ボーンみたいないやもうまあボーンではないんですけどシャンシャンってスパークっぽいロブのシャンバチンボーンではなくバチンバチンって今度今度バチンってバチンに変わってはいこのそこであのまあのちの多分これはあの大テーマにはなってくると思うんですけど私たちの 大テーマになってくると思うんですけどうなうこの、まあ、スピリチュアルな出会いとか言とっていうかスピリチュアルな出会いっていうと逆に分かんないですよね。魂魂魂魂のののの出会いです、ね、魂出会会いいいいっぽい そして、この悶々とあの抱えてたあの自分の中での,あの謎謎,謎っていうのがあのちょっと自分の中でもそれが一体何,何,何,な,の何なのかっていうのはあのちょっと自分でつなげたかったんですよ。繋げたたかったんだよ、ねはい、で その時に彼と出会ってこの自分の中でのなんかその謎がなんかこのあ俺ここにここに向かってたんだえこはいこここにはいああどこに,どこに全然わからんあのあのノーブの中でのね <laughs> はいはい,はい,はいここにでのとこにこここにあ俺ここに来て向かってたんだって。 聞いての通りちょっと謎の多い方です確かにそこにもかその辺が大の魅力だよね太陽に向かってるとかも言ってたさはいそれも一応含まってる今のはい太陽に向かってるまさかの太陽に向かってるっていうああ信繁は太陽に向かってるはい。いいねでも太陽から来たとも言ってたよね太陽から来た太陽から来て今太陽に向かってるああなるほど帰る途中なの で今一番近いではないけど沖縄に来たってことでしょう。そうですね。なるほどね。はい。え沖縄に来てどんくらい経ったんですか。と来年の1月で。ちょっと、はい、すみませフィリピンの前はどこにいたんですか。はい、フィリピン長野です。長野県。はい。この長野県の前は。長野県の前ないだろう。<laughs> <laughs> 前はおそらく。 <あ>図書館あ図書館なんか図書館って図書館に <laughs> なるほど <laughs> でそして、はい、長野行図書館から長野行って、はい、長野から沖んフィリピン行って、はい、フィリピンから沖縄で、ね、はいで沖縄に何年だ来年の1月で2年、うん なりますねああ、うん、ああ来年の1月で沖縄はどうですか沖縄は素晴らしいですね。素晴らしいですか、はあはい、はい。Absolutely. Absolutely. 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 Absolutely.You は、何彼女いる。ああ、今いないですね。こ沖縄来て2年フィリピン回して。 フィリピンでは。いましたね。フィリピンでいた。はい。フィリピン何ヶ月いたの。フィリピンは二ヶ,ヶ月。あ、二ヶ月で。え、二人。いた。いや、一人。あ、一人。はい。うん。二ヶ月で一人もいた。はい。みたいです。すごいですね。結構、冒険家。でも、ちょサイジから言わせたら、二ヶ月で一人はね。何。 少ないや2か月で1人。少なくはないよ。あ、いい感じいい感じ。2ヶ月だから結構十分じゃないかな。結構十分。2か月でこなしてる感じ。フットワークじゃ軽い。フットワーク軽い感じ。はい。もうちょっとマイク。なるほどね。フィリピン人フィリピン人ではないですね。おお。 フィリピン人じゃない。何がノブのフィリピンでの彼女。ああ、彼女はフィリピン人です。フィリピン人の彼女がいたのはい。初聞き。ちなみに名前はダイアナ。ダイアナ。おお、さすがだな。すごいね。なんかじゃあ、他にアピール。 アピールって言ったら、あれなんですけど。あの、皆さんと、なんかこのピュアな<ー>あの。ピュアな部分を、あのシェア。はい、ピュアな部分をシェア。できたら、<ー>あの。嬉しいですね。なるほどね。俺もそう思ってる。みたいな。みたいな。はい、<laughs> 感じですね。 はい、はいはい、じゃあそういうノーブよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ次ねルクサイジいくじゃえっと初めまして,、えー、ましてサイジです、えー、僕は、えー このの辺不不良良ですラジオ進出がなかなか出てこないジャンルだと思うんですけど顔は隠すの顔は隠したいぐらいのモザイクかじゃあすぐ捕まるからなそういや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 い あの人生での気づき気づきとか、うん、そういうのをちょっとみんなと分け合えたらなと思ってて人生とは何なのかとかを僕ずっと考え続けて、はい、ちょっと出てきた答えが、はい、あのいろいろで見つかったんですけど、うん、そういうのを、えー、ちょっとみんなでえー、っと。 ちょっとまあフリートークの中で話していってえそこで「あ俺はこう思ってるよ」とかえそういうのをみんなでシェアできたら人生についてとか楽しいかなと思ってシェアだねやっぱりてかくなってきて暑くなてくなってきたちょっと深いところまで掘り下げて掘り下げてフリートークができたらちょっと捕まらない程度に捕まらない程度になるほど ディープな話がそうですねディープな話もできる時間帯なんでちょっとやっていけたらいい感じの楽しいから眠る前にちょっとねそうですねえちょっと待って地元は地元は僕は北中出身ですね北中出勤出勤してまいりましたねそこ取らないです北中出身ですで今沖縄市に住んでるんですけどえっと おかげさまで、えっと、嫁と子供もいて、お腹にも。おお、この人いて、四月にまた生まれるんですけど。男三兄弟。全員男だ。全員男だから、ちょっと。大変って言っちゃった。大変だね。暴れん坊が三名いて。エネルギー集団。すちょっと兵隊制にしようと思って、キャプテンと。キャプテンと呼ばせようかな。 チームワークかなりフィーチャリングしてもいいですよ。いいです。助っ人じゃあちょっと1決めとくよ。で出ましたムーレロあそんな感じでまあ硬くならずもう言いたい放題。 おお、言いたい放題。出たい放題。を、ええ、シェアできたら。ちょっとリアルな感じで。あの、あまり隠さず。ちょっと。真実をみんなで分け合えたら。楽しい番組になるかなと思ってますね。暑い。暑い。はい。催事。はい。え僕催事でした。ええと。じゃ、次。ムネ。ムネ。あ、ムネさん。よろしくお願いします。ムネって言います。 えー、自分は、えー、室川ここのこちコザ FM こざの下降りて室川っていうところに30年ん三十年じゃない29年ぐらい住んでて去年の9月ぐらいにあじゃあねえなうん9月ぐらいにちょっと施設の方からちょっと刑務所から帰ってきて今ここで1年と2ヶ月 過ごごしてお勤めご苦労様ですまた新しくなんか同じ環境にはいるけど新しくなんか新しい自分というかあなるほど、うん、を今得てこの一緒に西ジとノーブーとなんか面白い出会い方西、まあ、ジの方はちょっともうちょっと昔からずっと友達でやってるんですけどノーブーの方は。 去年ぐらいに会ってそしてこの3人でなんかよくスピリチュアルの話まあ僕ざっとまとめてねスピリチュアルの話とかして、うん、なんか6時間とか5時間とか普通に話するようになってでこんなこんな3人でなんかやるようになって今にあるんですけど自分は一応この今の流れで このラジオにたどり着きましたあいいね、うん、はい俺なんか当たってる当たってるよ当たってる大丈夫大丈夫初めてだからそう <laughs>、えー、一応人を癒すのが好きあいいねでまあもちろん自分も癒すのが好きあ<ー>であと 自分に触れるものの癒すのが好きかな、はい、なんか人間だけじゃなくて美しいですね。なるほどで短所はちょっと怒りっぽいところがあって、うん、あだけど日々これと葛藤してる、まあ、毎日この怒 <laughs> った時にまた客観視に見て<ー>ちょっとみたいなあ人生それの連続だからねそう、うんうそれとなんか葛藤の日々をなんか毎日成長,成長してるって感じ、うん、で今なんか <laughs>。 まあ忙しいっちゃ忙しいけどなんかでもやりたいことやれてるのかなって思ったらなんかまた普通に日々が流れるし、うん、最高だよね、うん、やりたいことできてねで今ちょっとなんか精神的ではないけどこの心のゆとりなんか取り戻しつつあるこのパッて外に出てきて刑務所からちょっといろんな環境に戸惑ったりもしたけどだん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 1年と2ヶ月経ってきてだん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 ちょっと できた,ってってたそうでも <laughs> この物理的にはもうめっちゃ忙しい<ー>音楽的にもあ、はい、自分音楽もやってて、うん、ウルトラマイクっていうあのヒップホップグループなんですけど自分は一応まあヒップホップグループなんですけどその中の 4MC の自分は m c カーズって言ってちょっと歌わさせてもらってもいますんであと 自分個人でも一応ちょこっと歌ってるんですけどそこはあのアジなわレコーズって言ってそこに所属していますそこに一応イ陣もね、うん、この所属していていろんな活動を手伝ってもらってるんですけどまあそんな感じではい、はい、この自分の紹介っていうのをざっくりまた多分話の途中でいろんな話で出てくると思うからまたここら辺で一応。 紹介は終わろうかなと思ってます。で。えっと、趣旨説明。はい。ね、趣旨説明。大切だね。うん。ま行く前に、じゃ、あ曲。うん。趣旨説明、行く前に。うん。行く前に、曲。はい。行こうかな。この、俺なんかの出会いっていうの。最近出会い、いっぱいあるさね。で、それが、なんか。友達になっていくっていう。うん。 君も含めて、まあ友達っていうだかなマイメンっていう曲。はい、はじゃあ、曲紹介いっていいですか。じゃ、たきゃらピストルで、マイメン。じゃあ はい、と竹原ピストルでマイメンでした。いやいいね、ありがとうございます。えっと僕最近から竹原ピストルズ聞いたんですけど、竹原ピストル、竹原ピストル、竹原ピストル、さんごめんなさい。いようかなと思ってます。一応俺も俺も竹原ピストル。そこは最後可愛かったからいいかなってそれはそれで。あそうなの。あれは泣いたね。泣いた。 俺もよくなくて。全曲で泣いと。涙は出ないんだけど、グーッと込み上げてくるね。グーッと。俺、酔っぽらいながらガッツリ泣いたね。やっぱりそこはヤンキースタイルなんすかいや、わかんない。そこはヤンキースタイル。根本的に言った。根本的に言った。根本的に言った。で、じゃあ、シシセツメイク。シシセツメ説明 中止説明なんえとどういう番組にするかえと次回のコーナーとかどういうのがあるっていうのを一応これはみ、いはい、そですよね味噌ですよねこれはね一応フリートークなんで本当に何も考えてないからその時に出てくるやつだからフリースタイル的に確かん今で何を説明できるか分かんないけどこんなやりたいこんなやっていきたいみたいなそうだね とりあえずどんな思いって感じかなピュアピュアトーキングに対するどんな思いって感じかなとかじゃないあ自分自分こが一応リスナーとかだったら一応聞きたい聞きたいどんな感じでやっていくっていうのはいわゆる趣旨説明みたいなはいはいはいピュアピュアトーキングどんな感じで一応うんまずえっとこのコーナーさっきえっとメールアドレスとか FAX ユーストリームを、えー、と案内したんですけど、はい、えとそれに、えー、と募集を募る、あのー、内容本当、えー、どんなことでもいいんですけど、えー、と募っていきたいなと思ってでいわゆるもうただの,あの悩み相談,あ悩み相談ただの悩み相談、人間関係ここで解決できるとは思ってないですけど。 痛みがあればそこでみんなでちょっと分け合えたらみんなで分け合えたらちょっとは楽にもなるし吐くだけでいいよね一応ね吐くだけでいいね聞くだけででちょっとそれについていろいろアドバイスができるかもしれないでやっていきたいねやるそれは悩み相談とか人間関係あと恋恋恋愛 えー、夫婦関係<ー>、えー、お金お、はいえー、社会社会仕事,仕事,仕事いろんなものを募っていきたい、うんはい、でだから本当にえっ、ー、とにオールジャンルであのー、このファックスなり、えー、とメールアドレスになり、うん、送ってきてほしいですぜひ<す>はい。はい、じゃもう一回メールアドレスとか言っおきますこれって 多分 FM 小沢のだから多分何回も言ってるやつじゃないうんあじゃあみんな<う>ピュアピュアトーキング宛てに<然>えとお便りくださいそうはいお願いしますお待ちしてますお願いします一応自分が掲げてるものも一応あるんですけどいすこのカームレボリューションも,、はい、もう分かりやすく説明分かりやすく一個でまとめるんですけどカームレボリューションで穏やかな革命っていうので、うん、あのー この世の中のこのわかりやすいわかりやすいというかこのちょっとアセンションという言葉よく使われるじゃないですかこの次元上昇自分もあんまりあのドンピシャにこうこういうことだっていうのはわからないですけどまあ一応次元上昇とかアースチェンなんか次に行くステップ次のステージみたいな感じで,で自分はそれがもう近い。 ああ思って,てうもうそれを感じてて、うん、でそれを促す、うん、だけどそれを促すのはなんかこうだこうだこうだって言って、うん、こうすればいいんだとかじゃなくて、うん、なんか自分,だけでや自分だけっていうかこの穏やかにこうだとかじゃなくて。うんうん まあ普通の会話でなんかそういう自分たちはどっからこの命は来たんだろうとか、うん、自分はどなな誰なんだとか、うん、自分って何なんだとか、うん、この自分なんか今からどこに行くんだろうとか、うん、そういう話をなんか食事の場面とかで普通にこの打ち解けた雰囲気で話しとか、うん、やっていきたいなとか。 なんていうのカームレボリューションの一環でラジオラジオでなんか穏やかにちょっと落ち着いてゆっくりなんか楽しんでいきたいなみたいな、うんうんはい、そこに入ってきた不良ですけど大丈夫ですかもう全然、はい、逆にも <laughs> よろしくお願いします <laughs> 逆にお願いしますざっくり言ってね、うん、ざっくりっそうまあ意識改革の方針 手伝いというかいいね計画意識改革改革のお手また新しい意識にいくためにはい自分にできることをやっていきたいはい優しいですねありがとうございます優しくありたいです常にありがとうございますありがとうございますみたいな感じかなの趣旨説明はでじゃあ えと次コーナー、えー、とこういうコーナーがあるよっていうのを今後こういうコーナーをやるよっていうのをちょっと言っていこうか、うんうん、なんかあの都市伝説とかってあるじゃないですか、うん、都市伝説とかって俺すごい好きで、うん、俺も最近は見ないけどい、ね、うん じゃあなんか入りなんかこのそういうのに興味を持ち出したのが、うん、なんかもう中学校の時のだったんだけどあの結構早いなこのなんかまあこれはあのそういう都市伝説っていうよりは、うん、あの UFO を呼べる UFO? UFO を呼べる人がいたんですよ呼べるっていう人がいたんです <laughs> マジですよ。マジで <laughs> はい、やっぱりねウィンウィンみたいな一応これ一回俺二回ぐらい聞いてるよねで,、うん、でこのちなみにその時あの自分暴走族にちょっと一一、うん、所属したんですけど、うん、でその時の一応怖い先輩がいるんですけど、うん、でこの一番教えて呼べるよって言った人が「うん、そいつも一緒に呼んだから、うん、そいつにも聞いてみん」って言われたんです、うん 一応怖い怖いから、その先輩が UFO 呼んだんですかと聞いて大丈夫かなみたいな怖い先輩が UFO 呼べる。一緒に呼んだ時にいたから。じゃあ、この人なんかも怖いからね。あ確かに。あいつもいたぜって。ごめんみたいけど、お前どう思ってか分かんないけど、俺の中で一応その先輩が怖かった。 わけだけどその人が一応あいつも一緒に呼んだ時いたからあいつも聞いてみんって言われて一応賭けだったんですけど大概一応そういう賭けって結構乗りたい乗っちゃいたいタイプなんで一応ぶっこんだらなんて質問したのぺ平さんっていうんだけど潤平さんちょっとマスカ君ってそのその一応ドンみたいな UFO 呼べるドンみたいなのがアスカ君ってなんだ 一応聞いたんですけど UFO 一緒に呼んだって聞いたんですけど呼んんだですか呼びましたみたいなそしたら見えない見えないかもしれないですけどこんなすごいわかるセンチュリーっていう怖い車全部フルスモークの怖い車こんなんなりながら。

あ順平さんのそのそのその話そしてセンチュリーのなな何を言うんだ何を言うんでしたこれテーマの話だなテーマの話はいはいはい何で今ここにいたのだからあの都市伝説とかあはい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 は このアスカ君でこのドンこのようも UFO 呼ぶ UFO のドンねこのドン UFO のドンが人間のドンね UFO 呼ぶ人間ああそう人間 UFO 呼ぶ人間のドンがいてこの人はちなみにいくつこの人は俺が中学の時におそらくもう三十代三十代若いねうん三十かよ三十代ではい UFO 呼んでる人がもうちなみにこの人はもうはっきり言ったらもうあの一応がい みたいな。はっきり言ったらはっきり言ったら、違いみたいな。だけど、き違いなんですけど、もうピュアなんですよ。き違いなんだけど、ピュア。ピュアなき違い。ぶっこんできたね。ちょっと見てみたいね。ピュアなきちがい。きちがいってピュアな感じがするな。このなんかもうヒステリックじゃない。きちがいなんだけど、ピュア。きちがい。ディスって褒めるみたいな。 受ける。そうして、そで、この人があの要は宇宙とか UFO についてすごい詳しい方で、うんうん、でいろんなこう情報をあの私たちに一応届けてくれてまあ好き派。は,はい。<laughs> 宇宙の情報を。宇宙の情報を。う、うん、で、で、<い>彼が、彼が、俺は一応ワンダラーだと。ワンダラー。俺はワンダラーだと。<laughs> ああ。 ごめ,んまあ、ごめんだけどみたいなニュアンスでドンがドンが一,一応ワンダラーって一応何っていう話でしょ、うん、エイリアンっぽいなとはなんかちょっと思うけど智也<ー>もワンダラーって言っててはい、うん、彼も一応ワンダラーっす、うん、ワンダラーっすあっ行くあ行くあワンダラーっすはい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 は <laughs> っっいは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 のはこのなんか、うん、あの基本宇宙他の星からいはいのいは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  送ってるみたいなんですもうあのをこのエネルギー転生してきてるみたいな転生っていうかその彼らは多分この全員になんかこの気づいてほしいワンダラだーだ自分のワンダラだっけってーっていうのを送ってるけど発信してるわけねそうこれもこっちは向こうは発信しっぱなしだけど受信する向こうが受け取ればもうそれはもうワンダラーみたいなんですそうワンダラーこの手でそうですね いや手じゃないです。手じゃねえ。ワンダラーって、あの、あのなんていうのかな、メッセンジャーみたいな使命を持ってる人たちみたいな感じだっトワーカー的なライトワーカー的な感じだね。あ、じゃあ俺もじゃあワンダラーやん。そう、ワンダラー。ワンダラー来ましじゃあ俺もワンダラーでしょ。ワンダラーは、中身が宇宙人の地球人。あ、きました。中身が宇宙人の地球人だそうです。ワンダラーは、もういけ何 宇宙人中身が宇宙人の地球人たちです。じゃあいわゆるあのレはレップレプテリアンレプアンあああいあんなけっていういやレプテリアンとは違うよね違うよなそこはちょっと譲れないそこはなごめんごめんごめんそこはな確かにレプテリアンごめん俺が間違えたレプテリアンと違うねワンダラーだインド洋の関係にあるからワンダラーだレプテニア正直とカマキリっぽいでしょうトカゲっぽいトカゲっぽいでしょう 違うな別になそしてそしてこのピュアな気違いはピュアな気違いそう言ってたんですでイコール「俺ワンダラ」じゃんもて普そのピュアに「じゃあ俺ワンダラじゃん」っていうふうに言ってあんま深く知らずにみんなに「一応俺ワンダラだからごめん俺ワンダラ」みたいなごめんは何 こっちこっちこっち風だよなな長野風じゃないだろそうだねコザ風だ沖縄あ小コザ風寺すんねんコザ風寺大丈夫合ってる合ってる合ってるごめんワンダラーとそうそうごめんだけど自分ワンダラーごめんワンダラーと俺ワンダラーそうそうでででそっから正直開いた開いたんすよこの自分がワンダラーって宣言しておきながら なんかプッツーンってて結構開いてるんですよ、うん、なんすけど多分ちょっと潜在的にはそれはなんかこのふわふわなんか漂ってるがいるんだけどそれが一体、うん、このなんかまた何なんだっていう感じに徐々にきてたんですよ。この自分が感じてるものは一体何なんだろう。何かを感じてもやもやしてんなみたいな。もやもや でそしたらこっち沖縄来て沖縄来てこの彼今さっき言ったワンダラーについて教えてくれた彼がこれのことをいきなり言い始めるんですよ出会って「おいおお さっきのガラス越しにいた人さっきのワンダラーが今あいこつ吸ってる人です。今あいこつ吸ってるワンダラーがワンダラーがおえとオえは俺かこのワンダラーの話をいきなりしだすんですよ。ワンダラーにちょっと待って待ってワンダラーに俺もワンダラーだと。いきなりワンダラーがいきななりんかそして バチコンだかそうよはあって1等5あこれじゃんってもヤもヤしてたのこれじゃんその瞬間シャーンキシャーンもう何こさ今降りてたね降りてたね確実に降りてたねシャンとありがとうございますええすみませんはいありがとうございますはい。なるほどね。ええ。 分かるよ、今の絵のタイミング、俺も分かったことあるけど、一応、どんなすればいいうワンダラーにワンダラーって言われて、シャインってもうシャン来て、で、この時の、あの、ノーブ的な、おっきい気づき、なんか、シャーンと来たパンチライン、あの、何が分かったのか、ちょっと聞きたいね、何が分かったのか、もう、シャーンであまり分かりづらいからね、なんか分かるけど。 俺なんかも,うもやもや残ってまたシャーンなってしまうから <laughs> ちょっとここはもうのはい、はい、逆、うん、その何が何がシャーンときたかそう,そうまあ本当は、うん、あのそのまま趣旨説明につなげてほしいんだけど、うん、まあとりあえずシャーン聞こうかなあはいこれはあの要はもやもや自分の中でこの、うん、なんかなんていうのかな,なんで沖縄に来てるのかもはっきりしてないし だからとりあえず流れついてはきてて、うん、でしたらこのさっきのワンダラーの方がこの自分が音楽好きなんですけど音楽もドンピシャのこの一緒のまさに聴いてる、うん、ああちなみにヒッ,プホップヒップホップなんですけど、はい、でこれ結構もう結構コアなとこ、うん、ヒップホップで言っても結構コアな。 とこをいきなり知ってるっていうの段階でももう上がるでしょ。う生きと思うよね。もうなんかおえって。うんうん、しかも自分の中でこれこれこれつながるっていう、うん、とこ来てるし、うん、なんていうのその過程でこのワンダラーとかそういうもう。うん、ワンダラーも言うし。おえみたいな <laughs> この時にいろんな知識を吸収したんで、ね、して、うん、あ俺だここに来るためだって。ああ、うんうん 全てが繋がったみたみいなね<ー>なねんかもうこの,あのこのモヤモヤがなんどんなモヤモヤだったかっていうのが多分このあんまり伝わりにくいから、うん、多分何とも言えないんだけどとにかく結構あの病んでたのかもしれない病んでたっていうか何<ー>か何っていうなんかこの自分がこのも「もがわけ訳分かんなくなってるのも何、うん、みたいなうんこれなんか誰かちょっと。 ななんかジャンルちょうだいいみた何ジャンルなのかちょうだいっていうタイミング本当すごいそろそろごめんきついよっていうタイミングでこれがもうバッてスピリチュアルとか宇宙人とかそういうものに出会ってミもねあそこに来たんだけどそういうきだよねそっからのこの出会いムネサイジ君 うん、本当に出会いだね、魂の。うん、えー、じゃあ、CM のほう、すみません、話の途中なんですけど、CM のほう、いきたいと思います。はい 難しいあと10分ノーブちょっと出資説明いノブ無茶振りちゃうやでこれ一回来るともう何も見えなくなるからこれはちょっとムーネ俺が引っ張ったほうがいいうまくこのなんていうのを言おうとしたんだ俺今もう出資説明って言おうかなと思ったけどどこで入ればずっといやもう出資説明っていうか あらかたは大体募集内よみたいなのはこれは毎回言おうぜ。趣旨説明ってよ。なんか一応俺はあらかた言ったと思ってるよ。ああ、一応ねこんなものをみんなでシェアしたり。じゃあ今の中でそれが趣旨説明だったから。で、ノーブが入っててさ。それからこれのこの次何本ありますこのあとよ。今2回目の CM さ。はい。で、こっちが。 今、流れてるコマーシャルが2秒で終わります。で、このアダニーっていうコマーシャルがあと、18秒で終わりますよ。はいはい。で、ちょっとしたに新番組って、灰色のラインがあるさ。はいそこの、端に4分12秒って書いてある。はい。時間。あなるほど。4分12秒。で、これはもうカウントダウンしてる。はいはい。で、最後のエンディングの3分20秒から。はい。えっと、3分20秒前になったら。れ あ、じゃ、この喋れる時間は四分十二秒。四十二秒。<Okay> だから、どこで終わってもいい。はい。もうそうらあ、了解です。<laughs> じゃ。 はいどうぞえっと先ほど、えー、趣旨説明から言ってのぐだぐだで終わり <laughs> 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 えっと次はイベント紹介そうだねえっ、ー、とノブとムーネが音楽やってるのではいちょっと、はい、自分なんかがちょっと出演するイベントの告知をちょっといい、ね 何個かさせてもらおうかなと思ってます。いいね。毎回毎回毎週水曜日にこのイベントの告知やったろうかなって思ってます。ああありがとうございます。はい。まずはい。10月10日はい。ミュージックタウン沖縄市音市場ミュージックタウンで、oh yeah oh yeah oh yeah oh oh yeah oh。 オーエっていうイベントが12月10日になります。ナイチのゲストがあの結構ですごい有名な方がたくさん来るよね。リュウゾ、アナーキー、ダーボ、プッキー、DJ、サーズ、シンバとか。沖縄、うん、のア,ナーアーティストは、えー、自分たちウルトラマイク、 でそして、デカそして、チョージー、そして、バギーパンス。バギーパンス。いいね。沖縄のアーティストは。はい、ヒップホップのアーティスト。楽しそうだよね。はい、このイベント。ぶち上がりそうだよね。えっと、あのー、そう、コンビニとかでもチケットを前より売ってるんで、ぜひ、あのー、持ち帰んで、興味ある方は分かってください。で、同じく、はい あポスターの方が来てます来てますこうかなえっと映像はツイキャスで見られますのでそちらの方もチェックしてくださいおイエー,おーで次行っていい次いきましょう次が、えー、コザミュージックカンパニープレゼンツっていうあイベントであじゃあねえなプレゼンツか何これは誰ですかこれ読,読める ミュージックカンパニープレゼンツの下 KMC フェスボリューム1オール沖縄アーティストですがあのチャタンのどこだった観覧車前であります。これもぜひ見てください。これは何時からこれは3時から始まります。さっきの OA は夜からですね。夜8時から。でこれは何曜日ですか これは土曜日ですね。土曜日。Oh、<yeah> ぜひ皆さん行ってください。はいで、また12月17日にもイベントがジャングルスタイル、自分たちのこのちょっとジャングルスタイル、事務所的な感じのところでイベントがあります。で、ウルトラマイクも出演しますので、よろしくお願いします。はい、で、そして、からの12月24日、来ました、クリスマスイ,ースイーブ、ワンネス e s ス s アジナーレコーズプレゼンツ。 ワンネスっていうイベント、お兄さんとよすまぐさんがスペシャルゲストできます。さんたいですねじゃあ、皆さん楽しみで。にしてそうそう来週、また来週ていうことの時間になりましたけど、バイバイの時間。早いね。意外にやってると1時間早いもんで、最初めっちゃ緊張したね。慣れてくると楽しく聞こえると思うので、皆さんチャンネルを変えずに聞いてください。 ま,また来週から楽しんでいきますんでそうだねドキドキも終わってじゃあ最後に,最後に、えー「世界にいるピアピアなあなた」「来週も水曜日夜10時にお会いしましょう」「ありがとうピア <laughs> <laughs>